藤原成子は、第75代天皇、崇徳天皇の皇后、近衛天皇の養母、女院、院号は、甲賀門院、摂政関白太政大臣、藤原忠通の長女、母は、北西所11位、藤原宗子。忠通の着彩原の子女は、彼女一人である。大治4年、崇徳天皇に入内して、女御となり、同5年に中宮のに作立。時に、父忠通は、摂政で、在任中の摂関の女の入内は、後冷泉天皇の皇后、弘子以来、80年ぶりのことであり、忠通は、成子の入内に、摂関家再興の望みを託した。しかし、父の希望に反して、成子は一人の子女も産まなかった。その代わり、鳥羽法皇の巫女、貞仁親王の順母となり、貞仁親王が即位した、永治元年皇太后となった。久安6年院号宣下を受け、甲賀門院と呼した。保元元年の保元の乱には父、忠通と夫、崇徳上皇が敵に分かれて戦い、敗れた崇徳上皇は、讃岐国へ配流された。伊他卿参となった成子は同年出家し、成城恵と号した。貞観元年、髪をすべて剃る、再出家をし、連里氏と号した。父の没後は、有志としていた、異母弟の九条兼実の貢献を受けた。また治承4年に兼実の嫡男、良通を有志として、忠通伝来の宰相金剛院領などを相続させた。これが、後世における九条家家領の源流となったと言われる。崇徳院は、女房兵衛左極を深く寵愛し、成子とは疎遠であったという説があるが、これは的確でない。崇徳天皇の在位中、成子は常に天皇と同殿しており、退位後も、しばしば上皇が成子の御所へ見行き、もしくは成子が上皇御所へ行詣している。ただし、宝延6年9月2日、兵衛左極が、崇徳の第一皇子を産むと、成子とその父である関白、忠通は不快感を抱いたという。保元の乱の後、崇徳院が讃岐国へ配流になった際に、兵衛左極が同行したのに対し、甲賀門院が同行せずに都に泊まったのは、立場の相違に由来するものであって、寵愛の程度によるものではない。例えば、後世の後鳥羽上皇の配流に際しても、随行したのはそれほど身分が高くない女房で、院の寵愛厚井信明門院は、お供していない。貴人の配流に際し、身の回りの世話をするために、禁止していた人々が、お供をした。甲賀門院のように、ただいまの女院、かつて天皇の正妃、母后として、中宮の皇太后の御事くらいにあった女性は、上皇とほぼ同等の身くらいにあり、上皇に随侍する立場にない。女院は、同行しないというより、通例では同行できないのである。父、忠通は、摂関家の体面を粉々に潰した、保元の乱において、かろうじて勝者となっている。忠通の後ろ盾によって、保元の乱以後も、甲賀門院は、朝廷で尊重された。月輪南陵日付は旧暦。ありがとうございます。